はい、こんにちは。パイコン JP アソシエーションの鈴木貴徳です。今日は、パイコンエンパック2023スポンサーインタビューということで、各スポンサーをしている会社の皆さんに、まあ、どういうことをやるのかとか、どういうことを期待しているのか、ということを聞いていきたいと思いますえ。今日はですね、Google クラウドの山口義文さんに来てもらいました。山口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい,い。では早速なんですけれども、 御社がまあどういうことをやられているのかとか、ご自身がその中でどういった活動をされているみたいなところを教えてください。はい。えー、まず今回スポンサーしているのは Google Cloud なんですが、Google Cloud は Google 社の中で特にえとパブリッククラウドをお運用しているそういう組織となります。Google Cloud としてはさまざまな 開発者であったりだとか、あるいは運用者の方々に様々なのサービス等々を提供しているような、そういった会社となります。私はその Google Cloud の組織の中でデベロッパーリレーションチームの一員として、Google Cloud が持っているようなその技術ですとか、あるいは培ってきたプラクティスなんかをこう啓蒙したり、あるいはお客様に対して技術のサポートをしたりですとか、 あるいはそのコミュニティの方々からいただいたフィードバックをもとに製品の改善を行ったりですとかといったような仕事をしております。はい。ありがとうございます。そうですよね。今回その Google 社としてではなくて名前としては Google Cloud っていう形でのスポンサーシップなんですよね。はい、そうです。はい。ありがとうございます。では次の質問に行こうかなと思います。その Google Cloud としてのそのパイコンエンパックに、今回のパイコンエンパックにスポンサーする目的はどのあたりを考えられてますか そうですね。あの、Google クラウドだけではなくて、まあ、Google 社全体としてまずあの Python という言語を非常に多く使ってまして、Google Cloud の中でも Python は一応主要な言語として、えー、考えられているので、まあ、Python コミュニティをよりよくサポ,ーしたいサポートしたいという気持ちがあります。実際にその Go ですとか Java ですとか Node.js とかと並んで Python は必ずクライアントライブラリではサポートされる言語として、えー、数えられています。 で、その日本では今回私がその Google クラウドの日本の,あの部署の担当としてこういったところに出てますけれども、PyCon APAC ンンだけではなくて PyCon US ですとか他の地域においてもその Google クラウドあるいは Google の人間がその各地域の Python コミュニティを支援する目的でスポンサーを行ってきているので、まあ、今回、PyCon、え、APAC、ーまあ、ンンということで開催するということだったので、えー、スポンサーにならせていただきました。 なるほど。えっ、ー、と、はい、中で、まあ、Python が重要な言語の一つなので、えー、Python っていうそのコミュニティのイベントをサポートしたいっていう感じですかね。はい、そうですね。はい、はい。ありがとうございます。私自身もそうですね。あの、他の PyCon とか行きましたけど、PyCon US でも、あの、Google さんのブース見ましたし、先日行った PyCon Korea ココでもブース出されてたりしてるのは、うん、本当にあちこちで、えー、サポートしてくれて非常に感謝しています。ありがとうございます。はい。では、次の質問に行きましょうか。 で今回、その、実際の現地に行くとブースを持たれると思うんですけれども、ブースではどんなことをや、なんかアピールしたりとか展示したりとかされる予定ですかそうですね。今回、ブースのスペースを、まあ、広くいただいたので、様々なことができるかなと思っていくつか用意してるんですけども、まず一つは、えー、まあ Python はアプリケーション開発者の方々が多く使われていると思うので、そのアプリケーション開発者の方々がいかにその、 えー、Google クラウド上でアプリケーションを簡単にデプロイして運用できるかっていったような、そのライブデモなんかをお見せできるかなという、運勢できると思っています。で、もう一つは、えー、まあ、2015年、16年頃から、えー、機械学習や、あるいは最近ですと、その AI と呼ばれるような分野で Python を使われるような方々が急激に増えたと思うんですけれども、そういった方々向けに Google クラウドとしてその Vertex AI というそのプラットフォームを提供してるんですね。 でそのデモなんかを私ともう一人登壇する人間がいるんですけども、その、その人から、えー、ライブデモをしようかなというふうに思ってます。で、さらに、えーまあ、これはちょっとサブ的な、えー、内容になってしまうんですけども、まあ、割とそも,そもそも成り立ちとして Python がシステム運用者向けに作られたというところもあるので、えー、根強くそういったシステム運用ですとか、えー、そういった領域で使われていると思うんですけども、そういった方向けに、えーまあ、私、 僕はその Python だけではなくて、えー、SRE ですとか、えー、運用監視ですとか、そういった領域も担当しているので、なので、ドラというそのプログラムがあるんですけれども、それを使って、システムの皆さんの、その参加した皆さんのシステムの運用状態といったのが、一体その DevOps の観点からどういった状況になっているのかっていうのを、まあアセスメントするような、そういったようなちょっとかん、参加型の、えー コンテンツも用意しています。はい。ありがとうございます。まずは、まあ、テクノロジー的なところでは、その、実際のサーバーサイドで使われているものだったりとか、はい、その AI 周りのところとか,聞か伺えるっていうのと、その参加、三つ目の参加型のやつはちょっと楽しそうですね。そうですね。どんな感じになるのかなっていうのは、はい、ちょっと期待があるかなと思います。ありがとうございます。はい。はい、では、えー、最後の質問ですかね。で、実際にそういったブース展開、結構ジャン、じゃ なんていう内容的には幅広いかなと思うんですけれども、はい、どういう人にそのブースに遊びに来てほしいですかそうですね、あの本当に Google クラウドでは、先ほども言ったように、えーまあ、アプリケーション開発者向けのものもそうですし、えー、機械学習、あるいは AI の,そのまあデータサイエンティストだとか、うん、そういった方向けのサービスも展開してます幅広く展開してますので、まずは Google クラウドに少しでも興味を持たれた方がいらっしゃったら、ぜひお越しいただければなと思います。 また、その、Google Cloud に限らずですね、先ほど言ったそのアセスメントに関しては、その DevOps をどのように運用しているのかっていうのを、そのベンダーに関係なく、え、行ってきた調査結果をもとにしているので、なので、え、まあ、そのも Google Cloud のブースではあるんですけれども、どんな方でも、え、来ていただけたら、そういったような内容に関して、こう、ディスカッションできるので、私も楽しみなんで、なので、あの、とにかく多くの人に来ていただけたらと思います。 はい、<laughs> そうですね、山口さん自身がやっぱりそのなんかサーバー監視っていうか、SRE とかそっちの方をやられてるっていうんで、はい、まあ、そうですね、はい、実際にやってる、なんか困ってることとかがディスカッションとかできると楽しそうですね。そ,そうですね。はい、はい。ありがとうございます。では、以上でインタビューは終わろうと思うんですが、最後にこのビデオを見てる人だったり、PyConMPAC2023 ンンに行こうと思ってる人に何かメッセージありますでしょうか。はい 私もパイコンエ APAC で登壇するのがパ、まあ、イコン JP も含めて10年ぶりなんですけれども毎、まあ、回そのパイコンは参加するたびにあの非常に多くの参加者がいて非常にこうコミュニケーションも活発に行われていて楽しみなカンファレンスの一つなのでぜひ皆さんも参加した際にはいろいろな方とコミュニケーションをしていただいて何かこう新しい出会いであったりだとかあらゆる新しいものを学んで帰っていただけたらなというふうに思います私もそういったことを楽しみにしているので もし会場で見かけたら、ぜひお声掛けください。はい。そうですね。私も、あの、いろんな人と交流できたらいいなと思っています。はい。それでは、今日はインタビューですね、Google Cloud の山口さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。